います、見たことあります、初めて見ましたけど、マジかって思ってね、マンスっていうか1ヶ月って書いてあって丸もらってたのが、うんって思った。パート1ですら知らんぞこれみたいなのね、出たんで、まあ、そこはちょっとやらなきゃいけないかもしれないですね、対策。Hello there. 始まりました。森哲チャンネルです。今回はですね、第247回トイック受験して、気づいたことを話していこうかなと思いますね。私、サブチャンネル始めましたので、森哲3チャンネルっていうのもやってますので、こちらも、ぜひぜひ見てもらえればいいんじゃないかなと思います。よろしくお願いいたします。ね、まあ、初めて食中毒で受けた受験ですね。本当に何も食べずに受けて非常に大変だったんですけども、まあ、様々ね、気づいたことや面白かったことがあったんで、まあ、話していこうかなと思いますね。今回ね、隣で受けてるはずだった人がね、席移動したんですけど、そうなんです。本当ね、席、自分が良くないと思ったらですね、移動することをお勧めします。本当に、この温度ね、寒かったり暑かったりとか、座る位置によって変わりますし、あと音が聞こえづらいっていう時にね、ぜひ席移動するようにしてください。で、今回、音がすごく小さかったんですよ。確かにちっちゃいなと思ったんですけど、すぐにね、その人が子供のね、手を挙げてですね、面白かったのがね、理由言ったんだよね。理由が、ちょっと花粉症で耳が詰まっているため、音量を上げていただいてもよろしいでしょうかって言ったんですよね。いや、ちっちゃかったよ、花粉症関係ないよって思いましたけどね、本当に音小さいよって思ったんですけど、そしたら試験官音上げるんじゃなくて席移動させたんですよね。前の方にじゃあ来てくださいって言って、音量上げないんだと思ったんですけど、まあ別に自分は音量がそんな小さくても大丈夫な自信があったんでやりましたけど、そのまま、あれは音上げて上げた方がいいと思いますね。これね、昨日の生配信でも言ったんですけど、そう、音のテストをしてるって言ってるんですけど、音のテストって人がいない状況で音のテストしてるんで、それと実際の本番で聞く音って違うんですよ。なんでかっていうと、人がいる状況だと人は音を吸収するんですよ。だからその音チェックをした時よりもちっちゃくなってるんですよ。だから気をつけてください。英検にしたってティープとか他のね、英語のテスト、みんなね、テストしてる時よりも音がちっちゃくなってますから、なので絶対ね、こう音小さいですとか席移動するっていうのは必ずやった方がいいです。その人、まあすごい几帳面な人で、なんでそれがすごい分かったかっていうと、鉛筆の数が半端なかったんですよ。右手のところに4本置いてて、でさらに前に4本置いてて、でさらにシャーペンが3本あって、で消しゴムが3つあって、で消しゴムを切ったちっちゃくなってる消しゴムがさらに4つあるんですよ。どんだけあるんだと思って、この時初めて、あ、他の人鉛筆とかシャーペン何本持ってんだろうっていうのが気になった。そこの移動した人の前に座ってた女の人は多分大学生ぐらいだったのかな。その人も結構いっぱい持ってて、鉛筆3本あって、シャーペンも3本あって、で消しゴムも2つあって、あ、結構みんな準備してんだなと思って、見たんですけど、バラバラですね。自分のこっちの人はそのいっぱい持ってた人ですけど、左隣の人はシャーペン1本しか持ってなかったです。芯もなかったです。シャーペン1本と消しゴムしかなくて、この人はこの人ですごいなと思って、芯大丈夫なのかなとか思いましたけど、いろいろ周り見たら、あ、結構バラバラだな、シャーペン1本と鉛筆1本の人がいたりとか、すごいバラバラなんだなって思いましたね。性格が出るんでしょうね、多分ね。だいたいシャーペンと鉛筆を少なくとも1本両方持ってるって人が多かったかな。こっち側の鍋前にね、座ってた人がね、すごかったんですよ。このすごいキャラで、昨日生配信でも言ったんですけど、最後こう試験終わってこう回収される時に、全部最後の10個20個以上を全部こう塗り絵って言って、 A だけにマークする、 B だけにマークする、 C だけにマークする、 D だけにマークするってやるんですけど、その人は DC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  っていう風にマークしてましたね。変わったマークの仕方ですね。変わるんですかね、確率的に。全部 D にする、全部 C にするより上がるんですか、わかんないと思うんですけど、まあ、この人がね、なんで面白かったかっていうと、なんでこんなに印象に残ってるかっていうと、トイレにね、始まる前に行った時に一人度肝を抜くですね、人がいたんですよ。その人だったんですよ。だからものすごい印象に残ってるんですけど、なんでこんな面白い人に今回ね囲まれるんだろうと思ったんですけど、どういうことかちょっとね、その人がトイレに行って、女性の方はあんま分かんないと思うんですけど、まあ、男性はほら、ね、便器の前に立つわけじゃないですか。でその時に
子供はねよくいるんですけど、あのズボンもパンツも全部下ろす全下ろしの人っているじゃないですか、ね、でも大人ってまずいないんですよ大人で全下ろしの人初めて見たんですよ、ね、これはあのいます、見たことあります、僕初めて見ましたけど、マジかって思ってね入った時に、歌歌ってる人とかね結構いるんですけど、独り言言ってる人とか見かけますけど、こんな人初めて見たんで、おーいって思ったら、その人が教室で斜め前だったんですね、なんていうちょっと面白いのはありました。面白いエピソードはこれぐらいにしてです。試験に関してね、ちょっと話そうかなと思いますね。今回は自分がね食中毒だって辛かったから、難しめに感じたんですけど、やっぱ昨日のライブに出演してくれた人たちからすると簡単だったそうですね。ええー、みたいなね、いつもより簡単でしたって言ってました。そうなんでしたか。十分大変でしたけどね、読むのも多かったですし、一番の印象は単語のレベルが上がったなっていう感じですね。トイックでそんなん出てたっていうのですねが結構あったかなって印象です。まあもちろん文脈で別に知らなくても答えは出るよとか、別にその単語を知らなくても答えには関係ないよっていうのもあったんですけど、答えに関係する単語のレベルが高かったものもありましたね。そこはあらこんなの出すんだなトイックと思ってちょっと驚いた、パート1ですら知らんぞこれみたいなのですね出たので、対策すべきなのかすべきじゃないのかちょっとわかんないですね。あとは昨日のライブの質問ですね、見ている中でやっぱりトイックに出る単語って知らなきゃいけないんだなっていうのはわかりました。ある、まあ、2つの単語が、ね、コメントであったんですけど、この単語とこの単語知らなかったですみたいなですね、出題された単語なんですけど、あそうなんだと思って、トイックめちゃくちゃ受けてる人からすると、この単語なんてもうトイック基礎中の基礎で、こっちはトイックではめったに見かけないすごくレベルの高い単語だったんで、あこれが同列に見えるってことは、あやっぱりトイックの単語ってやっぱ知っとかなきゃいけないんだなって思いましたね。だから大学受験までだとほとんど出てこない単語なんですよ。でもトイックだったらもう超基礎単語っていうのはやっぱりあるので、トイック単語、ね、トイックに出てくる単語っていうのはやっぱ入れてる状況で受けることっていうのをおすすめしますね。これはとっても大事だと思います。でリスニングの、そうですね、やっぱりイギリス人とオーストラリア人の新しい人なんですけど、イギリス人の新しい人は結構日本の英語教材に出てくるイギリス人の女性のね喋り方と似てるので、これは結構いいんじゃないですか。日本人にとっては、もってこいかなって思いますね。いろんな教材に出てる人です。で、その教材に出てる、まあ、某有名な人なんですけども、その英語教材にたくさん出てくる人なんですけど、トイックに出てくるイギリス人女性が低い声だから、低く発音してっていう風にですね、言われてたんですよ。いろんなトイック本で。で、だから最初に僕が一緒に仕事をした時の教材ですね、作った時は、だいぶ高い声で録音してたんですけど、低く喋ってっていうですね、リクエストがトイック教材やるときはすごく多かったんで、その人、だん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 喋り方ですね、低くしたんですけど、元に戻していいと思います。似てる声の持ち主なので、もしね、このトイックでね、その人の声が定着するんだったら、この教材で大ヒット、大ブレイクですね。もういろんなトイック教材にその人が使われるんじゃないかなって思うんですけど。で、オーストラリア人男性ですね。やっぱ聞き慣れないとか、早く聞こえちゃうって人が多いっていうのは変わらないですね。前の人よりもだいぶ聞きやすい人なんですけど、でもやっぱりオーストラリア英語慣れてない人はやっぱ辛いって言ってましたんで、そうですね、オーストラリア英語。いやー、オーストラリアもっとなまってる人いっぱいいるんですけどね。そっかーっていう感じですが、まあそこはちょっとやらなきゃいけないかもしれないですね、対策。あと面白かったのは、学校だったんですよ、今回ね。で、学校で、中学1年生の教室でしょうね。机の中にプリント等なんかいろいろ入って、もうそのままにしといてくださいって書いてあったんで、黒板にね。で、あ、そうなんだ。荷物入ってんのかなと思ったら、本当に入ってて。で、出てきたのが中国語と英語の試験だったんですよ。中国語だいぶ簡単だなと思いながらですね、こんなの、これぐらいだったら全然余裕でわかるなと思いながら。だと、で、英語のテストがあって、マンスっていうのがあってね、マンスが問われてて、1ヶ月って書いてあって丸もらってたのが、うーんって思った。まあ、ヶ月だったらわかるじゃないですか。ね、
1 month 1ヶ月、ね、2 months って言ったら1ヶ月わかるけど、1ヶ月なのマンスはと思って、これ丸上げていいのっていうのでちょっと思った。はい、こんな感じですね。今回はトイック受けて出くわしたことについて話してみました。はい、これからトイック受ける方はですね、ぜひ参考にしてみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.